はい、今回横須賀のヒヨウトンネルというところに来ました。新スポかどうかはよくは分かんないんですけど、雰囲気がね、なんか良さげなエモい感じのあるトンネルということなんで、やっていきたいと思います。でですね、今日はですね、どっか適当なところにですね、この GoPro を定点カメラとして置いてやっていきたいと思います。いらっしゃい。よいしょ。はい、定点この辺で置いてやっていきたいと思います。なんだろうね、この埋め立てられた跡は。なんでしょうね。塩さん、そんなキャラじゃないでしょ。塩さんって誰ですか。お前だよ。マジでなんだ、うるせえよ。誰だお前。あ、車だ。写真も撮っていこうかな。なんだろうね、この埋め立てられた跡は。はい、新スポに来たら桜がめちゃくちゃ綺麗ですね。夜桜、夜桜、花見に来ました。花見に来たわけじゃないんだけどな。桜に夢中ですね。どんだけ飛んどってくれ。ミツバチかよ。マスク取りゃせめて。じゃあさあ、往路に入っていきたいと思います。違います、袋に入っていきたいと思いますね。で、袋の途中で定点拾って戻りましょう。はい、ということで、なんか配線とかレールが引かれているヒヨウトンネルというところに来ておりました。